いちご狩り食べ放題に白老牛ハンバーグ、シャコさんのウニ丼やタラバガニまで、見ているだけでよだれが出そうなグルメの数々ですが、これ全部バスツアーの案内チラシなのです。今日は中でも人気の豪華海鮮焼きや海鮮丼など食べ放題のおすすめ日帰りバスツアーに密着。その魅力に迫ります。ツアーの出発地点、札幌駅北口バス駐車場には大型バスがね、たくさん並んでいるんですよ。その中で我々を素敵な旅に連れて行ってくれるのがこちらの観光バス。かっこいいですね。大きなフロントガラスに丸みを帯びた可愛らしいボディ車内は明るく開放感があり、足元ゆったりの座席は背もたれが高く首までしっかり支えてくれるので疲れにくく、今回は運転歴45年目のベテランドライバーが安全運転で快適な旅へ導いてくれます。出発時間を前に続々と参加者の皆さんが集まってきました。すごくたくさんいらっしゃいますね。参加者は出発の20分前に集合し受付をします。今回のツアーは最低25人以上を募集していましたが、なんと41人もの人が参加。その人気の秘密が、やっぱりあの、ね、海鮮の食べるものだね。牡蠣とか海鮮でいい、食べ放題だから。牡蠣食べる、食べ放題ですから食べれるだけ食べます。そう、今回のツアー名はズバリスッツ牡蠣小屋にて海鮮焼き食べ放題日帰りバスツアー。午前9時頃に札幌を出発、各地の特産品売り場や野菜直売所に立ち寄ったり、美しい景色をのんびりドライブしつつ、メインイベントではスッツの新鮮海の幸を食べ放題しちゃおうという大人気のツアー。さあ、まもなく出発時間。私も人生初のバスツアー参加したいと思います。いやー楽しみー。カッキ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 、窓も大きいじゃないですか。これはね、景色も楽しめそうですね。午前8時50分バスが発車します。観光バスでのんびり行く北海道の旅スタートです。しないよ。出発してすぐにバスは高速道路に乗ると、青空の下、札幌の街並みを背に大きな体で軽快に走り、仁木町を目指します。バスの車両、窓がね、天井の方までほらこうやってね広がってるのがね、開放感があって気持ちいいですね。バスツアーは今まで何回ぐらい乗ったことあるんですか？ツアー数えきれないほど行っています、バスツアーはやっぱりね、あの本当ゆったりした気持ちで目的まで安全に着くんでね、それが魅力ですね。自分の運転はしないだけだから、遠乗りしないから。今月免許の切り替えなんですけどペーパーなのでいつも優秀です。運転が苦手な人や免許を返納したという人も、プロドライバーが運転するバスツアーなら安心という声が多く聞かれました。そして札幌出発からおよそ1時間、バスは最初の目的地仁木町に到着。ここにはまず最初に立ち寄ったのはキノコ王国です。仁木町にあるキノコ王国、自社工場で育てる新鮮ななめこやしいたけ、しめじなどのキノコ類や、キノコを使った豊富な種類の加工品に、年間およそ30万食も売り上げる名物のキノコ汁など、まさにキノコ尽くしのキノコ王国では、リンゴですって。やっぱりね、リンゴだから。名産のフルーツを使ったスイーツや野菜直売所では、今が旬のアスパラなど地元仁木町の特産品も豊富で、参加者たちも大満足の様子でした。
そして30分後バスは再び出発。いよいよ本日のメインイベント、回転焼き食べ放題の会場のある寿都町を目指します。衝撃の宴はこの後すぐ、お見逃しなく。のどかな景色の中をのんびりと、いいですね。やっぱりね、大きなバスだから安定してますよね。揺れも全然気になりません。おー、海だ。海がすごく近いですよ。いや、久しぶり。とても感激しました今。お腹を空かせた参加者たちを乗せ、海岸線を爽快に走るバス。ついに午前11時40分、バスは寿都町にある目的地に到着。やってきたのは、いやー、目の前に広がる大きな海、潮風が気持ちいいですね。そのすぐ前にあるのが、海鮮焼き食べ放題が体験できる寿都湾元祖牡蠣小屋です。日本海に面する寿都湾は、その形状から栄養豊富な春の雪解け水が川からたっぷり流れ込み、牡蠣の産地としても有名で、雪解け水が注ぐまさに今旬を迎えています。寿都湾に面した海鮮食堂元祖牡蠣小屋は、新鮮な牡蠣を鉄板蒸し焼きで豪快に、なんと食べ放題できちゃうという夢のようなお店なんです。しかし、バスツアーの参加者が食べられるのはそれだけじゃないんです。牡蠣はもちろん、ホタテ、ホッキ、ハマグリ、粒、エビなど、取れたて新鮮な寿都の海の幸をなんと網焼きで食べ放題。それだけじゃありません。ほかほか旨味たっぷりの牡蠣飯に、カニ汁も、さらにお刺身のせ放題の海鮮丼まで、これら全てが食べ放題。一心不乱、夢中で海鮮を取っていくバスツアー参加者たち。わ、すごい数の牡蠣。今日3人で来ます。あ、3人で。うわ、何個ぐらい食べるつもりですか？20個ぐらい。そして宴は始まった。焼いて焼いて焼きまくり、食べて食べて食べまくる。美味しいですよ。食べないですか？美味しいですか？牡蠣は今日何個くらい食べる予定で？30個は食べたい。それでは私もいただきたいと思います。まずは名物の牡蠣から。牡蠣の身の中にね、いっぱい詰まった旨味のジュース、お口の中に広がる磯の香り、いやー、焼き牡蠣だからね、香ばしくてね、本当に美味しい。こんな素敵な海鮮焼き食べ放題に、ソフトドリンクの飲み放題までついているなんて、まさに至れり尽くせりなバスツアー。しかし、まだまだ終わりません。満腹の参加者たちを乗せたバスは次なる目的地へ出発。今度はどこへ行くの？お腹いっぱいになってちょっと眠くなってきましたね。運転はドライバーさんに任せられますんでね、ちょっと一休みしちゃいましょうかね。大型バスのゆりかごのような揺れに身を任せ、一眠りするもよし。とその時、おお、すごい、目の前に羊蹄山がそびえ立っております。突如現れた雄大な羊蹄山に見守られながら、バスは最後の目的地、ニセコ町の道の駅に到着。スイーツやチーズ、ワインや日本酒など豊富なニセコ特産品を楽しんだり、お土産を買う人が多くいました。そして午後2時40分、すべての目的地を経由し終えたバスは札幌に向け帰路に着きます。寝ている方多いですね。いや、僕も、もうこのまま
寝ちゃいたいと思います。いやー楽ちんだわバスは。参加者たちを乗せたバスは午後4時50分札幌駅に到着。出発からおよそ8時間の旅でした。大変良かったですよ。天気に恵まれましてね、最高でした。疲れちゃったんじゃないですか。おしゃべりね。バスの中でも、ね、全然寝ないで。おしゃべりしてました。山の緑と牡蠣ですね。バス乗ってから薬飲んだ。食べ過ぎて。100点満点中何点ですか。はい、満点です。まだ始まったばかりの北海道ドライブシーズン。皆さんものんびりバスツアーはいかがでしょうか。